なんかね、ここにね、ディノアドベンチャーっていうね、ところがあるんですよ、この公園内に。これって、なんか入れるのかな？今日やってるのかな？一応こういう、ディノアドベンチャーっていうのが、やってます。チケットいる。今日やってるのかなこれ。こんなご時世に。てか、なんだろう、棒ミニ三脚を忘れたからめちゃくちゃ配信しづらい。大事なもの忘れてた。チケット売り場左に少し進んで右へ。16時までだって。これって中で撮影できます？はい。大丈夫？はい。800円ですか？はい。800円。はい。はい。はい、どうも。ありがとうございます。あのさ、お前で喋らないでくれる？喋ると、そのまま、周りの人に聞こえるからね。有名YouTuberとかね、あそこで言わないでもらえますか？恥ずかしいじゃないですか。まあ、周りに聞こえるスピーカーをつけてるっていうのが問題なのかもしれませんけど、ごめんなさい。あ、プテラノドンがいる。プテラノドン。プテラノドン。そう、ヘッドホンじゃないです。プテラノドンだ。動くよ。ほら、動いた。すごいね、大迫力ですね。人力で中で自転車漕いでるおじさんがいるんじゃない。さあ、じゃあ先にどんどん行ってみましょう。だからここ電波あるの？安すぎたね。ディノニクスだって。ディノニクス。あ、エッセンスあるのかな。こっち向いてる。ちょっとか、噛まれてみてじゃない。死んじゃうよ。動きが滑らかじゃないね。次行こう。チャカはリスはしませんからね。話し飼いにされる。されてる。サルコスクス。確かに。あ、ワニみたい、これ。すごいね。でかっ。ほぼワニだよね。
ね、サルコスクス。頭入れないよ。なんで首入れないといけないの。すごい。噛む力は約8トンだって。あ、一応やっぱりワニなんだ。ほら、史上最大級のワニだって。へぇ。白亜紀前期。うん、わかった。夜は来ないから。昔ね、有名な事件あったらしいね。すごいね、尻尾もでかい。なんか女子高生がなんか殺された事件なかったっけ。床同じじゃないよ。ああいう感じでしょ。やめなさい。すごい、なんかすごい毒々しい青だね。バリオニクスだって。大高緑地公園のディノアドベンチャーというね、大高緑地公園のディノアドベンチャーってとこですね。こんな時期でもやってるんですよ。ないよないよ。どういうことだよ。こんな青いあの犬がいたんだね。新恐竜だって。新恐竜、あれかな、なんか新しく発見されたのかな。バリオニクス。ねえ、そうだよね。なんでこの色だと思ったんや。ソロキャン、やだよ、あの食べられちゃう恐竜に。うん、こういうところもある。え、雪降ってるの。どこかな。人いないね。よくこれで営業してるよね。だ、今日営業休止かなと思って。どうせ配信なんてさ、テスト配信だから別にあのどこでもよかったから。だけどまあここ空いててよかった。愛ちゃんね、今日は天気あの悪くないね。晴れてはないんだけど、さあしばらく虚無の空間が。年中こんな感じ。夏はね、子供がたくさんいると思うけど。あ、すごい、これみんな動いてる。ほら、右のやつなんか面白いね。目が独特でもさ、なんでさ目がこういう形だと思ったんだろう。骨からじゃさ想像できないよね。でこっちがなんかちっちゃいトリケラトプスみたいな。ここが看板が出てない。確かに氷河期っぽい。モブだから名前がないの。モブだから。あ、そうそう、なんかね、あの羽毛で覆われてたんじゃないかっていう。あ、あった。やっぱりなんかこれトリケラトプスの仲間なんだね。ほら、プロトケラトプスって書いてある。そうそう、らしいよ。そう、私もなんか聞いたことある、それ。ちょっと待って、ハンドスラップの長さ調節するわ。ちょっと手が通りにくい。ちょっと待ってね。よいしょ。そう、
かさ、話によると現代にいる動物の中で一番遺伝子が近いのが鶏って言われてるらしいね、恐竜って。きっとこの先に大物がいるんだよ。ここまではきっと前座なんですよ。この後に期待しましょう。はい、で今度はベロキラープトルとコンコラープトル。多分これがピーク。はい、たくさんモブがいますよ、モブが。はい。わ、すごい。さっきまでのやつより動きはダイナミックになったよ。ほら。そう、税金で作られた。そうそうそう、まあ国立公園だから。そうだよね、国立公園っていうか県立か。ここが800円です。愛知県民の血税ですね。てか こっちにいるやつがなかなか凶暴そうで、ほら。そうそう、ブルンブルン落としてるね。はい、クルーズさんいらっしゃい。こっちにでかいのがいる。やっぱり大きいのが奥にいるっぽい。チャカの規制、チャカの規制そんな濃いじゃないしね。さあ、このままあの順路通りに行けばあそこ通るかな。ね、わこわこ。だからそれだけポテンシャル高かったっていう。久しぶりに外配信してる。あの、一応ここはディノアドベンチャーっていうところだね。あ、結構ここ高いよ、高台で。ほら、街がこんな風になってる。結構ほら高い場所。まあ天候的に雨が降りそうではあるけど、まあ大丈夫じゃない。ディロフォサウルス、この子も動くのかな。あ、動き出した。そんなにうるさくはないよ。動いた動いた。すごい、手の細かい動きとかも、ね、足がさ、ちょっと鳥っぽいよね、確かに。ほらこれ見て、ほら足鳥っぽい。のパーチ、まあ機械ですからね。結構泣くね。どうしておしっこが流れてるみたいな。
人感センサーで動く、そうですよ。そうね、人感センサーで動くね、これね。だってセンサーここにあるもん、これ。これが今さっきカチャってあのなんか動いて、それでこの子が動き出したって感じだから、合ってますよ。そう、動きが結構激しいね。キー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 音がするね。目が猫みたい。野良猫怖がるよね。一応ディフォサウルス。カチャカチャ、そんなそこまでカチャカチャ言わないけどね。なんかこうキュープシューとかいう音はするね。なんかここの恐竜全般に言えるけど。まあね、だ適当だよね。適当ってわけじゃないと思うけど。エアー制御っぽい、うん。レゴランド、レゴランドより楽しいかもしれない。朝一は猫がいっぱいいて、猫を追い払って朝がスタートするのかな。だから餌ないと猫って集まらないでしょ。これで欲も受けようと思ったな、わら。ゆきやコンコンってあれでしょ。あ、トリケラトプスだこれ。あら、トリケラトプス。でかーい。すごい。でかい。これズームしてないからね。すごーい。ね、これすごいね。ちなみにこっちにもティノサウルス、ティラノサウルスか、ティラノサウルスがいますよ。うわすごい、正面から見るとすごい迫力。やば。一物？ちょっと一物を確認しますか。こういう顔の上司、それはただのパワハラ上司だからそういう風に見えてただけです。うん、突起物はないね。うん、これはメスかもしれない。たったんや、なんで取る必要があるのかよくわかんないけど。じゃあトリケラトプスの次がティラノサウルスね。はい、大型肉食恐竜。でもティラノサウルスってこういう鳴き声なんだね。うわ、口の中すごい、口の中の質感すごいよ。口開けて、口、ほらほらほら、見て見て見て、ほらすごい。いや、すごいね。ゲンタン本当だね。質感もすごいな、これ。うわーすごい。これ子供泣くよ、これ。やばい。ねえ。毎週は通いたくないね。そう、首のさところ、そう、血管の感じとか。本物だったら食べられる。ね、よくできてる。幼稚園児泣くだろうね。足がさ、やっぱりあの鶏とかと同じだよね、鳥っぽい。ね、口後ろの方。
までこう避けてる感じ。手は退化してるんだよね。すごいね、尻尾がもうこっちの方まであるもん。こっちの方まで。わあすごい、大迫力だね。歯磨きはしやすいかもしれないけど。犬や猫はもう多分逃げるよ、多分。もうあの鎖引っ張って大変なことになるね。さあ、大きいのが終わったってことは、あとは帰るだけかな。親知らず、まあそうだね。どういう視点で見てるの、みんな恐竜。確かに、でも夜は来れないけどね。まあ、ペット入れないだろうね。知られてないね。はい、こんにちは。本当、まあ国がね、国がどれだけお金を垂れ流してるのかっていう件かな。これ800円です。あ、またちょっと大きめなのがいる。これはアンキロサウルスだって。下にさ、パチパチ音は異常ではありませんって書いてある。アンキロサウルス。パチパチ音。すごいね、顔が、顔こういう人いるよね、新巻上に。でパチパチパンチね、顔がちょっと特徴的。目と目が離れてるもん、ちょっと。わかんない、どこでパチパチしてんだろうね。そうなんだ、金属集めできるほど尻尾が強い。どういう情報ですかね。これはこれはね、食べ物、植物、うん、植物だから、そうだね、草食だね。おーって言ってる。爆発ね。ねえ、どうやってわかるんだろう。電撃100万ボルトよ、100万ボルト。あ、歯の形ね。ね、パチパチ言うとる。結構ここ広いね。まあそうだよね、顎とか歯の形で。確かに現代の動物もそうだよね。ポケモンスタジアム、それはでも権利料が必要じゃんね。恐竜だったら権利がいらないから、まあそういう事情もあったんじゃないでしょうか。貸し切り状態だね。今のところ他のお客さんがいない。恐竜の運行は落ちてない。そこまでさ、再現してたらね、もっと面白いかもしれないよね。恐竜のうんこってどんなんかよくわかんないけど、でもうんこの化石とかもあるんでしょう、確か。お若じだね。あ、電波大丈夫？みんな食べられちゃった。止まるんじゃねえぞ。やられたか。電波食われた。アーフン落としとくのも面白いな。ティノニクス、テノントサウルス。
この辺はあんまり動いてない。すごい緑の親と茶色の子供かな。やだよ、なんでここでうんこしないといけないの。なんか泳いでるみたい泳いでるみたいな手してる。口パクパクしてる。いや、ヒゲダンス、ね、痛そう。え、ちょっと食われてる。どれのこと。いや、雑木林っていうか、まあ公園だから。爪かじりの息子かな。爪かじり食われてる。食われてるのかな。よいしょ。はい、とりあえず電波復活したかな。すね肉すね肉、すね肉はまあ美味しいと思いますけどね。電波もソス電気みたい。電波大丈夫。ちょっと、電波ダメかな。はい、でこれがギガントラプトル。すごい顔が、目がいっちゃってる。配信専用機器とは面白いね。すごい面白い顔してる。前の方はあれかな、なんかちょっとくちばしとみたいな感じに見えるね。はい、大きいけど意外と小さいな。意外と小さい。うん、行っちゃってる。わらわら、はい、ごめんなさいね。まあ電波が悪いのは仕方がないんで。お、今度は赤い恐竜。あ、すごい、なんか食べてる。あ、ね、なんか食べてる。あ、すごい、めちゃくちゃリアル。ほら、なんだろうこれ、死んだなんかプテラノドンみたいなの食べてる、この恐竜。すごい、お肉もリアル。見てほら、お肉落ちてる。お肉、わ、口になんかくわえてる。捕食してる。うわ、めちゃくちゃリアル。うわ、音がしゃくれてるかなはい、じゃあ進んでいきましょう。よいしょ。はい、
電波来てるかな。大丈夫かな。はい、アルバートサウルス。すごいね。そう、 下とかすごいリアル。ほら、下がブランブランってなってる。実際の大きさじゃないの？結構大きいし。へえ。これはなんかザ恐竜っていう感じのフォルムだね。すごい。怖すぎる。わかんない。私も気がついたらできてたから。あ、大きい恐竜がいるよ。大きい。昔からあるぞ。移動するときだけ画質下げよう。そんな器用なことできないよ。あー、すごい、ね、あー、すごい、なんかいいね。この空と恐竜みたいな絵面。そう、首が長い。映える。ね、映えるよね。なんかこの間のゴジラに出てたな。あ、ちょっと進んでいこう。これなんて恐竜？なんて恐竜だろうね。こっちに多分名前が書いてある。まずさっき今映してたこれがアマルガサウルス。これはそう、当たり。あの、すごいね。あの、植物草食。さっきのあんないかつい顔してて草食なんだね。で、こっちがブラキオサウルス。あ、ブラキオサウルスは有名だよね。ちょっと逆光かな。顔が黒いね。黒くなっちゃう。ブラキオ。オラキオって何？ブラキオサウルス。恐竜博士が言うな。30頭にサウルスってどういう意味？ブラキ先輩。ブラキ先輩って何？残酷で来てる。ジュラシック。あ、そう、ブラキオサウルスって頭がそうだよね。なんか大きブラキオサウルス。これってさ、どうやって顔きれいに写せるかな。なんか調節できるかな。うわ、すごい、ウォーって言ってる。ホワイトバランスとかできるのかな。撮影モード、これ違うな。わかんないな、操作が。すいません、操作がわからん。こっち、顔が暗いよね、昔さ、友達持ってたわ。そのザウルス全然関係ないかな。今日はいつもの高いカメラじゃなくてね、ちょっと安い方のカメラで来てるんで。人型爬虫類って何ですかね。え、それはあの、こううつ伏せになって首をくるんでしょ。ここ800円です。安い。で、貝殻足の痛みが伝わる。
わるまで数秒かかったとか。本当にそんな痛み伝わるの？そんなに時間かかるか？相当遅いね。もうぼちぼちなんか終わりっぽい雰囲気がありますね。よいしょ。よいしょ。この辺にはいないな。筋肉痛は当日中に効きますよ。ね、愛知らしく。あ、なんかグリーンのやつ。これもなんか有名なやつじゃない？なんか見たことあるよ、これ。ステゴサウルスだ。ステゴサウルス6メートルか9メートル。意外と小さいね、こうやって見ると6から9って。緑でクボタって。あ、安易すぎるやろ、お前ら。ね。ステゴと緑で、ステゴも含まれてるのね。あ、誰馬だよ、ステゴで、ステゴで緑って。背中のさ、これすごくない？ほら、葉っぱみたいになってる。ほら。面白いね。本当だよ、誰馬だよ。うちのリスナーはね、そういうところ、あの変にあのそういうところうまいからね。本当に。な、餌が欲しいんでしょ。だからこびてるんでしょ。なんかもともとさ、ここ通路だったような跡があるね。ほら。立ち入り禁止になってるけど。先発に失礼ですよ。先発。スコミムス聞いたことがない。はい。わ、すごい、めっちゃ動く。足がすごい、足がめっちゃ動く。ね、足速そう。はい、これは多分さ、肉食だろうね。この歯がすごいから。100日後に死ぬワニに似てる。いや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 、なんかあの足の質感がさ、昔ダウンタウンのごっつええ感じでやってたトカゲのおっさんに似てるよね。うちのリスナーならわかる。油刺さないとあのギシギシ音がね取れないんだよね、多分ね。はい、はい、食べ物、肉とか魚だって。スコミムス、古すぎてわからん。ね、めっちゃ早いワニ。もうフォルムはワニね。トカゲのおじちゃん、足がすごいね。足まで動くんだもんね、これ。ほら、可動部が多いよね、すごくね。これ中学生ぐらいの子供は喜ぶんじゃない？ちょっと小学生とかは怖がる可能性あるけど。はい、で、ここがアロサウルス。アロサウルス。トカゲのようだけど、トカゲじゃないって書いて。
わあ、すごいリアル。それな。まあそれは前半から言ってることだけど、本当それな。おー、すごい。ねえ。まあ、爬虫類のね、あの、肉は美味しいって言いますからね。あと、遺伝子上は、鶏に近いらしいんで、恐竜。あれ？なんか、プシューって言ったままこの角度で止まったけど大丈夫？あれ？壊れてない？これ大丈夫だよね。あれ？プシュー、プシューって言ったまま止まったけど。ああ。あ、動いた動いた。男なのか女なのか識別できなくて壊れた。まあでもリアルだと思うよ。プシュープシューって言うけど、ピーちゃんにね直してもらうか。あ、これはあれだね、入り口 方面から歩いてきた時に見た ところだ。そうそう、エアで動いてる。よいしょ。さあ次は何がいるかな。なんか本当にさすがにもう終わりっぽいっていうか、ここまででもかなりボリューム感があったよね、この場所。あとまだあるのかな。なんかお土産買いたくなるね。出口でちゃんとお土産売ってるからね、ここ。ティメロドンだって。ちっちゃいね。うん。え、何？やばい、なんか、アカシアサンマみたいな笑い方するやつがいる。すごい。ちゃんと。これはアカシアサンマじゃないの？出っ歯だし、引き笑いするし。こっちも似たのがいる。これはティメロドンってやつだね。この緑のと茶色のがさ、同じ種類っぽいんだけど、なんでさ一つだけ色変えたんだろうね。ワニっぽいよね。オスとメス、あ、でもそうだよね、そういうのあるよね、オスとメス色が違う動物。他に恐竜はついてないですね。はい。あ、もう出口だ、終わりだ。結構楽しかったね。結構楽しかった。よいしょ。で最後に恐竜の年表ね。終わり。そうだね。1700円とかするよ。まあ割と良心的だと思うけど。
はい。ちょっと楽しかったね、これ。え、これで800円か。めちゃくちゃ得じゃん。子供は喜ぶよ。視聴者と。ね。